これは2年前の出来事。ここが蛇女子学園か。ずいぶんと大きい学校よね。あら、あなたも選抜メンバーなの？一応、そうみたいやな。私は遥かっていうの。よろしくね。日陰や。よろしゅう。なんか元気ないわね。それでもピカピカの1年生？元気ね。なんかようわからんな。わしには感情ってもんがないからな。感情がない？それじゃあ人間じゃなくてお人形じゃない。うん、そういう意味なら人形かもな。ずいぶん面白いこと言うのね。でもあなたと私なんか似てるかも。はあ、日陰ちゃん、あなたとは友達になれそうね。友達？よう分からんけど、はるかさんがそう言うのならまあ友達ってことにしておこうか。よろしくね。はあ。